オープンザ引き出し。はい、この中にあるこの箱に今からテプラでラベリングをしていきたいと思います。はい、この箱はですね、これがこうマグネットになってまして、こういう感じで、でセリアなんですけども結構入ってんですね。これ中身こんな感じで、でこの箱の中に何が入ってるかを分かるようにラベリングしていきたいと思います。結構ね、見えないんで、貼っとかないとね、ちょっとたまにあれあれってなるんで、それがちょっとねプチストレスになってるんでやりたいと思います。でこのテープがですね、昨日やろうと思ったらなくなってたので、注文して Amazon から今日届いたので今からやっていきたいと思います。ですね、今日ねそのテープと一緒に届いたのがこちらで、これ何だと思いますか？今日 Amazon で一緒に届いたんですけど、ちょっとどうやって使うかやってみたいと思います。ほら、おお、ライトなんですね。これ中に単4電池が3本入ってまして、結構明るいですね。でね、長押しをすると調光できるんですよね。調節できて、でちょっとこう直し、もうちょっと明るく、あ、暗く、明るく、暗くでできるみたいなんですよね。でコンセントがねちょっと遠くにあるので、夜間接照明で電気をつけるんですけど、このデスク周りが暗くてスキンケアしたり、あと本読んだり書き物したりするときに真っ暗でね、なんかね自分がお化けみたいになっちゃうんですよ、顔は。なのでライト欲しかったんですけども、コンセントが遠いのでこの電池式じゃなきゃダメだなと思って、でなおかつ場所も取らずで、このあったかい色味のを見つけて買いました。それでですね、後ろにこういうふうにマグネット、今 こっちの面がのりになってるんですけど、マグネットをこうつけると壁付けにもできるんですよね。はい、なのでちょっとね、夜になったらこう直置きにするか壁付けにするかちょっと考えて、でこれいるかいらないかちょっと分かんないんですけど、やってみたいと思います。はい、結構明るいので気に入りました。はい、これをつけながらまったりラベリングを作っていきたいと思います。じゃあまずこれにつけていきたいと思います。はい、この中はですね、こんな感じで付箋とか、あとこんなちっちゃなポチ袋、はい、これ100均です。はい、使ったことないですけど、なんかちょっとね子供たちとかなんかに500円とかね風にはーいなんていう時に、はい、なんか小さいものってなんか可愛くないですか？小さいのになんか惹かれて買っちゃうんですよね。はい、あとはシール、はい、シールはねメルカリで買ってます。シール、はい、なんかいろんな、あら、はい、こういう
ね、カットしてね、いろんな柄のものをカットして売ってくださってる方がいて、まとめていくらとか何百円とかで買えるんですよね。なのでお手紙書いたり、これも一応模様ついてます。貼るときにちょうどいいんですよね。マステでもいいんですけど、こういうのがシールであるとね、可愛いなと思って。でこれをですね、あ、これうさぎさん、ちょこちょこ使うわけです。はい、あとはマステ、マステもね好きなので一時期増えたんですけど、いっぱい持っててもしょうがないので、もう買うの我慢してますね。あとはダッフィーフレンズの付箋とかはディズニーで買ってます。あとはこんなポチ袋、このぐらいのあるとちょっとね便利ですよね。さっと何かあげるときに。あとは小さいメモ帳、小さい便箋と封筒ですね。メッセージカード、いざっていう時にね、ないと結構ね買いに行ったりするの大変なので。あとは一番底の方にはこういう結び切りののし袋か、あとは保冷剤ですね。あとはこの気持ちですっていうこの封筒。おかえり。あとペン、このメッセンケースはセリアか無印かな。はい、じゃあこれに今からテプラでラベリングをしていきたいと思います。ね、テプラでね昔からのねいろんなラベリングをしまくるんですよね、好きで。でこれは何にしようかな。文房具、封筒シール、プレビュー、ステーショナリーで、印刷、でここで貯金、ね、来ました。このハサミ切りづらい。字が見づらいな。まあいいか。あ、めっちゃ見づらい。白い箱ならいいかもしれないな。ないよりは分かりますね。こんな感じでやっていきたいと思います。はい、こちらの箱の中身はですね、こちらはお財布とかバッグの革製品を磨くクリーナーと、あとは鏡を拭くものですね。あとお掃除用のグローブ
クリーナーにします。クリーナー、はい。はい、白だとはっきり目立っていいですね。はい、とこちらの箱はアロマキャンドルが入っているので、アロマキャンドルとつけていきます。アロマキャンドルつけました。で、アロマキャンドルはそんなに頻繁じゃないので、奥にずっと奥にしまいます。奥にしまって、はい、キャンドル、クリーナー、あとステーショナリー、この辺は使うときにさっと出せないと結構プチストレスになるので、はい、こっちの引き出しのボックスです。じゃーん。あ、こっちはですね、はい、その日使うバッグを持ってきて、ここでお出かけ前に準備するので、まあ、マスクですよね。マスクと、あとティッシュとウェットティッシュ、除菌シートと、あとハンカチとハンカチタオルですね。バッグが小さいので、ハンカチも小さいんですけど、このラルフのこのちっちゃいサイハンカチはですね、息子が小学校にの低学年ですねぐらいの時に持たせてたハンカチなんですね。こうか、そう、この辺にね、名前が書いてあるんですよ。これがね、小さくてちょうどいいんですよね。バッグ小さい時にね。これもバッグが小さいので、小さいんです。これ、縦長。普通この倍ぐらいありますよね。半分によってこのぐらいですよね。それが、半分なんですね。で、裏がタオル地で表がツルツルなんですけど、かなりコンパクトになるんで。でね、こっちも、これはね、楽天で買いました。確か楽天だったと思います。ちょっと私の好きな色味なんです。これは除菌のジェル、大体これも1つか2つぐらいバッグに入れてるので、ここからさっと取っていきますね。あとは絆創膏とか、こうやってセル袋に入ってたりするのもこう入れときながら、アリーの日焼け止め塗ってるんですけど、それにミニもね、ついてきたんです。アマゾンで購入したときに。なので、これは携帯用なので、バッグに忍ばせるようですね。で、バッグが変わるのでね、毎回。一応、毎回ここに戻して。あとはこういう、なんで、サプリメントとかお薬用のあれは、ここに入れて、なんか使うときに前買ったんで入れといてます。はい、でこんな感じですね。でここにもマスクこう入れとくと、さっと出かけるときにバッグに必要なもの入れられると。でこれはお出かけグッズなので、お出かけグッズにします。大体毎日生活してて不便なことをねって出てくるじゃないですか。で生活してて不便なことに気づくと
がぜん張り切っちゃうんですよね。その不便がをどういうふうにこう使いやすくして便利にするとか、考えるのがまず好きで、で家の中の不便をなくしていくっていうのが好きなんですよ。でその時に便利になったなと思っても、やっぱりまたそこがなんか気になって変えていったりもするんですけど、もうどんどんこうアップデートはしていくんですけど、その都度こうやって使いやすく していくのがね好きなんですよね、この作業がね、はい、ちょっとしたこうストレスのないような感じで。かなり分かりやすくなりました。